皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今日は、私たちのアイブローのコスメブランドパリブローの発表会ということで、渋谷のトランクホテルの方で、全国のサロンさんだったりとか、あとメディア関係者の方が来て、発表会を行っていきたいと思います。早速サプライズから始めさせていただきます。新しい自分に生まれ変わる、そんな思いを込めた眉の曲、その名もパリブロー。歌っていただくのはあのレディーガガさんも認めた圧倒的な歌唱力で注目を集めるキミカさんです。大きな拍手でお迎えください。本日のこのパリブローなんですけれども、そういった全国のプロフェッショナルからの集まった声をもとに作ったブランドになっています。なのでまず私たちの今までの歩みを VTR にまとめたので、そちらの方をご覧ください。私たちの強みとしてはやはり全国にたくさんのプロフェッショナルの方とのつながりがあるので、その方たちが求める、アイブロウ製品ということで全てこう作ってきた中で、まあなんと声を拾いながら本当にいい製品ができたんですけれども、全部で35アイテムということで、日本初のアイブロウ専門のブランドとして、まあ、業界では一番
アイブロウ専門のブランドが、本日リリースすることができました。そしてやっぱりプロフェッショナルが感動して、その先にはお客様の感動があって、でそのお客様がやっぱりいつもよりも眉毛が上手に描けたっていう体験から、もっと今まで以上に眉毛に興味を持つことができて、もっと探求心が高まるような、そんな風に、裾野が広がっていったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ここからはお二人のゲストを招いてトークとともにお送りしてまいります。拍手でお迎えください。まずはナチュラルからモードまで品のある女性像を得意とし、モデルや女優、アーティストから幅広く支持を集めるヘアメイクアップアーティスト、室岡ひろきさん。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、愛知県で美眉サロンアンプリールを経営し、これまで数多くの女性の美を導いてきました深津陽子さん、お願いいたします。全部を使い分けるっていうとちょっと難しい場合もあると思うので、やっぱり安心して使えるカラーっていうのを一つ持っていただくっていうことと、あとはチャレンジしてみたいカラーっていうのをもう一つっていうところで、二つをおすすめしていることが多いんですけど、どうですか？そうですね。二つからちょっと始めるのはありだと思います。眉毛ってだいたい一回自分のもの決まってしまったら、もうずっと毎日同じようなものを使うと思うんですけども、やっぱり眉毛の意識がすごく高まっている、マスク生活になってよりそうなんですけども、眉毛の意識が高まってきて、それであと眉毛にも完成度っていうのがすごく求められる。やっぱ眉がきちっとしていることによってちゃんとした感も出てくるし、清潔感も出てくるっていうことなので、ちょっとそういう部分に、ね、新たな自分を知るっていうところでも、目元はコーディネートするけども、アイシャドウはいろいろ使うけども、眉を色を変えてみるってことはなかなか、まだまだ少ないのが現状だと思うんですけども、ちょっとそこコーディネートできるだけで全然違った印象になってきて、楽しみですかね。楽しいですね。コーディネートする楽しみが増えてくると思います、はい、お気に入りのアイテムベスト3を、書いていただきました。そちらをお見せください。ブラーリングブラシ、パーフェクトアイ&ブローパレットのピンクブラウン、スタイリングブローマスカラのモカブラウンという3つをお選びいただきました。はい、はい、まずはこのブラーリングブラシはちょっと画面の前に出しますね。はい、このブラーリングブラシっていうのは、はい、前にディスプレイされてます丸いブラシ一つだけあると思うんですけれども、これを手に取っていただくと、とっても肌触りが良くて気持ちいいと感じていただけるかなと思うんですけど、この丸いカットラインがとっても絶妙なので、色含みも良くて色のりもいいので、自然な仕上がりを可能にする、うまく描けないっていう方ってやっぱり自然に描きづらいっていうのがあるの で、ね、うん、これを使っていただくと自然なふ ん,、ね、ふんわりできるので、これも私の中で必須アイテムの一つかなと感じています。こう実際にどういう風に使おうかなとか、具体的にこうシミュレーションをされている方が多かったかなっていう風に思うので、ぜひ、ね、使ってどんどん使っていただいて、ね、可能性を広げていっていただけたらなと思います、はい、なかなかね、あと限られた時間の中で紹介したいものってすごくいっぱい あるんですけど、ね、その中でこう凝縮して紹介しなきゃいけないっていうところがすごい難しかったです ね、 ですね。本当にいいところというか、うん、もうそれぞれ紹介したいところいっぱいあるんだけど、その中でもう限られた時間だけっていうのがなかなか頭使いましたよね、うん、そうですね、すべての回 の、 変えられる方がすごい楽しかったって言ってくださって、すごい充実した一日でした。で改めて今日のこう流れ、私の
ひみかちゃんの歌から私の挨拶に入って、その後商品説明入って、その後みんながこうフリーにこうタッチアップだったりとかデモンストレーション見たりとか、まあ、そういった流れがもう本当に綺麗に流れていて、まあ、大成功な1日だったと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか目元にちなんだことだったりとかアイメイクとかそういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。